少しこっち見てるように見えるんですよ。ああ、なんかどのぐらい、だから正面っぽく描くっていうふうには思ってたんですけど、うん、目を合わせているのか、はい、なんか分かんなくなってきたんですだんだん分かんなくなるでしょこれ。これもでもね、耳と例えばこの輪郭の一番へこんでる部分と耳をつないだ先なんですよ。あ、そうするとこっちなんですよ。だから耳と輪郭のつないだ先っていう風に僕は背面だと考えてます。なるほど。そうだからこの輪郭のへこみの部分と耳を下にこういう風にすればこうなるわけですよ。はい、ね、でもそう見えるでしょ。ちょっとこの足と左右の足でサイズがもう違うんですよこれ。あ、なんでかっていうと 2m50 だからっていう理由で。え、だいたいその、はい、体感として広角って何メーターぐらいが、まあ2メーター前後以内でしょうね。あ、2メーター50でこれだけ入るってことはまあまあ広角かな。結局人間撮ってなくてそのフィギュアサイズというか、はい、そのちっちゃいサイズで撮ってるから、うんうん、なんか多分実際の人間撮るよりかなり広角なんじゃないかって思ってて。あ、対象物が小さくて、そうですければ望遠になるような気がするんですけどね。どうなのかな。多分大小差と位置関係はこれで計算導き出せるんですけど、なんか方眼紙下に、はい、置いてるんで、うん、だから実際の撮影距離としてはすごく近い。そうですね、近いですよね。まあでもなんかね、大体人形撮っちゃう人ってちょっと望遠になる傾向が、はい、感じられるんですよ。っていうのは結局スマホで撮るにしても実質遠くにいるものを撮ってる時と同じになるからですよね。対象物が小さければ小さいほど、で対象物がでかければでかいほど逆に広角にならざるを得なくなるよね、それを全部入れようとすると。はい、だからちっちゃいものを今のこの絵面の中に入れようとするとなんですけど、結構多分今のスマホこれ結構広角に撮れてますね。いい感じに。そう、最新のやつなのかな。iPhone12 のやつ。あ、だからだね。うん、なのですごくこれすごい画角だと思います。これこのちっちゃいものがこんなに広くっていうのかな、たくさん写ってんのって相当広角だと思いますこれ。まあだから厳密に物のサイズ、物の距離、撮ってる位置っていうのでと考えていけば一応出せないことはないんだけど。あ、なんか同じその一応後ろ方眼紙やってたから、はい、なんかそれと同じパースに大体合わせてなんか 3D の人形を置いてみた、うん、はい、これだと乗ってないですねパースにねだってこんだけパースこれついてますからね、こことここで。あ、だとしたら手がもっとこうなってこうなんなきゃいけないもんここで。ああ、確かに。そうやっぱりなんか広角は多分 3D の人形向いてないですね。いや、ちゃんと合わせればなるはずなんだけど多分ただ置いただけなんじゃないかなって思いますね。いや、結構合わせました。あれ、だから下手くそなんだと思いますけど、何かが違うと思います。だって肉眼で見た時にだってこここんだけパースついてるのにこっちこれだもん。もうこの時点でだいぶ違うじゃないですか。もう全然違うよ。あ、そうだから多分状況がもうこの段階で全然違うものになってるように俺には見える。特にこれが違う、 E さんが違う、全然。あ、まあ D ちゃんはまだいけるかもしれない。うん、というので一番いいのは自分で自撮りすることだと思います。そうします。はい、そういうところでした。では大丈夫でしょうか。ああ、すいません、あと一つ、はい、なんか次が45度なんですけど、はい、なんかその30度と45度って何の意味があるんですか。なんかわざわざ角度指定する意味っていうのは。そうですね、まず、30度の方がどっちかっていうとこの F さんの、はい、F さんじゃない E さんか、 E さんの背面から見た、D ちゃんっていうね、これ手前奥っていう関係なんですよね。斜め後ろ45度になった瞬間にそこから若干外れて、なんか客観的に2人をなんか見てる傍観の関係性になるんですよ。傍観って
近くで見てる人、これもう30度より内側に入るとこの人の視点でこっちを見てるってことになるんですよ。だけど45度ぐらいに なり始めると2人を客観的に見てるっていうことなんですよ。だからカメラワークが変わるんですよ。カメラワークとか絵の意味がなんか全然変わるんですよ、はい、ね、これとこれではね。で真横だと何のまああまり意味ないかなと思って、もともと課題であったんですけど、まあ、これはまあ面白くないからやめて、はい、っていうふうにしたんですね。もうちょっと45度の方が微妙な変化だからちょっと面倒になるかなと思います。あ、そんなとこですね。はい、わかりました。はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。